田辺徳夫、田辺徳夫、田辺のりお、1966年5月11日体は、山梨県富士吉田市出身の元プロ野球選手、内野手、埼玉西武ライオンズ監督代行を経て2015年シーズンより2年間監督を務めた。現役時代、西武ライオンズ黄金期の遊撃手として活躍した。読売ジャイアンツに移籍した2000年の登録名は、 田辺道郎、読み同じ。埼玉西武ライオンズ監督としての登録名は田辺徳を、読み同じ。現役時代のあだ名は、親父であった。吉田高校在学中、1983年夏の選手権大会に出場。1回戦で、吉井正と山下の人を擁する三ノ島高校と対戦するが、延長13回さよなら負けを喫した。 大学進学を表明していたが1984年のドラフト2位で指名され、西武ライオンズに入団。当時は西武黄金時代の始まりで、周囲の選手の体格やプレーを見て、プロでやっていけるか強い不安を感じたゆう。二軍時代は二軍監督の日野茂や二軍コーチの広瀬治から厳しく鍛えられ、昼の試合後に特殊を行って、夕食後も、 夜間練習をするほどだった。その回もあって1年目のは、イースタンリーグで多くの出場機会を得て、打率3割を記録し、秋にはアリゾナでの教育リーグに派遣された。翌は 1A に当たるカリフォルニアリーグのサンノゼビーズでトップバッターとしてプレー。140試合に出場し、306の高打率で 1A オールスターゲームにも出場した。 ここでは破けたスパイクを使う選手たちを見て、ハングリー精神を学んだと語っている。一方、1986年に監督に就任した森正明は1年目のシーズン終了後、秋山康二を三塁手から中堅手に、石毛博則を遊撃手から三塁手にコンバートさせた。田辺は石毛の公認の遊撃手となることが期待され、帰国後のは背番号が6に変えられている。 同年は、開幕から一軍のレギュラーとなったが、気持ちを入れ込みすぎて、練習で負傷しさらに、ベンオグリーにすネをスパイクされ、後半戦は二軍で過ごした。翌は、生家正和とレギュラーの座を争い、自己最高を更新する51アンダー、打率、258を記録するなど打撃力でポジションを、勝ち取った。しかし、シーズン中に肘を痛めさらにそれをかばって8月に、 肩も痛めたため後半戦は一軍登録を抹消されている。は3月11日のオープン戦で打球に飛びついた際に右肩関節を脱球し開幕から16試合を欠場したが猛打賞を6回記録するなどの活躍で打順も8番から6番に上がった。この年は年間を通じてスタメンに定着し最終的にはブーマーウェルズに次ぐリーグ2位の打率。 316を残し、ベストナインとゴールデングラブ賞に選ばれている。また同年オフの12月7日には3歳年上の女性と結婚式を挙げて、独身寮を出た。翌からの西部のリーグ5連覇を遊撃手として支えた。は、オールスターゲーム第一戦で7番、遊撃手として先発出場し、6番の石井博史郎及び8番の佐々木誠と共に5回に、 小松達夫から3連続本塁打を達成した。この試合は3アンダを放ち、優秀選手賞を受賞している。シーズン2さんでは、リーグ3位の打率、302を記録。この年、パリーグで、打率3割を記録したのは、田辺と佐々木誠とケルビン・トーベの3人のみであった。また、この年再び、ベストナインとゴールデングラブ賞を受賞している。 4度の延長戦を経て4勝3敗で制したヤクルトスワローズとのこの年の日本シリーズが田辺自身の出場した日本シリーズの中で最も印象深かったというは奈良原博士の成長で出場機会が減り規定打席に到達しなかったが球団からは一定の評価を受けて50万円増の年俸7、750万円推定で契約を公開している。よくは 規定打席には達しなかったものの自己最高の打率338を記録。読売ジャイアンツとの同年の日本シリーズでも第一戦で水野勝人から満塁本塁打を放ち、契約公開では年俸が1億円、推定と大台に到達した。同年オフに石毛博則が福岡大英ホークスに移籍すると三塁手にコンバートされ、 松井和夫と奈良原が主に遊撃手を務めるようになってる。その後、スコット・クーパーや鈴木健が三塁手のレギュラーとなり、田辺自身も二塁手や三塁手を務めた。ヤクルトとの日本シリーズ第二戦で延長十回に代打として起用され、伊藤俊人からサヨナラヒットを放った。オフにはフリーエージェントの権利を獲得したが、行使せずに残留。代打を務めていたには、 夏場でも、昼12時に球場に一番乗りし、ランニングやダッシュ、ティーバッティングなどを全体練習前にこなし、試合に備えていた。同年オフに巨人に金銭トレードされ、年俸3、200万円、推定で契約を結んでいる。田辺は、翌年が、現役最後の年になると覚悟していたという、の出場は7試合に終わり、同年の日本シリーズ終了の翌日に、 戦力外通告を受けて1ヶ月考えた末に引退を決断した。和文化放送で解説者を務め、から西部の2軍打撃コーチに就任した。中村剛しなり、栗山匠など数多くの若手打者を1軍へ排出した明白楽でもある。12月25日には、早稲田大学人間科学部の通信教育課程に合格したことが、 日本プロ野球 OB 会から発表された。二二軍野手総合コーチ。二は二軍守備、総類コーチ。二、再び二軍打撃コーチを務めてから。二、フロントへ転出。しかしこの年、二軍打撃コーチだった、大久保博士元が不適切な行為を行ったことを、理由に7月22日で解任されたため、29日に、再度二軍打撃コーチに、就任、2012年まで務め、 に一軍打撃コーチになった。も引き続き一軍打撃コーチでスタートしたが、チームが再開に低迷したことを理由に、監督の伊原春樹が6月4日に球団に休養を申し入れ、了承されたことで、監督代行として指揮を取ることになり、27日に伊原が辞任した後も職名そのままに監督代行を続けた。10月2日にの監督就任が決まり発表され、 同年10月13日にはも引き続き監督を務めることが発表された。2016年1月29日、西武鉄道、所沢駅で1日駅長を務めた。9月27日、球団に G を伝える。2017年2月1日、球団本部、チームアドバイザーに就任。また、同年2月から3月にかけ、沖縄県八重瀬町でキャンプを実施する。 韓国プロ野球のハンファイーグルスの臨時巡回打撃、守備コーチを務め、プロ野球シーズン開幕後の5月15日まで任期が延長された。アメリカへの野球留学で、クラウチングスタイルを身につけたが、日本の投手の左右への揺さぶりに対応しきれず、足を上げて、ボールを呼び込むスタイルに変更した。ポイントを近めにしたことで、広角打法が身につき、 一二塁間を抜けるあたりやライト前のポテンヒットが増えたという、AK4 の後の6番を打っていた頃は、走者の残っている場面で打席を迎えるとが多く、ヒット狙いで打席に立っていた。ど真ん中の球は苦手で見逃すことも多かったが、高めはボール球でも積極的に打っていった。外す配球がしにくいため田村藤浦田球団の保守に、 嫌がられたものの、チーム内のミーティングで、打撃コーチに怒られることも多かった。遊撃手時代の田辺は、二類手の辻初彦と三類手の石毛博則という名手に挟まれていた。遊撃手経験の長かった石毛には厳しく守備をチェックされ、声を出さずに補給して怒られることもあった。辻には、キャンプ期間から連携プレーの練習に付き合ってもらっていたが、 6から4から3のダブルプレイの送球は非常に緊張したという余裕を持って打球に追いつく高い身体能力が認められ石毛のコンバート後に10年間は遊撃守備でチームを支えられると森は評価していた30歳を過ぎると頭の中でイメージする遊撃守備に体がついていかないことも増えた2類や3類の守備についたことで新たな視点を得る ことができ、勉強になったと、田辺は語っている。2014年の監督代行就任時、当初から選手に髭を生やすことや髪を染めること及び、裾の長いズボンの着用を禁止していた、井原監督とは、打って変わって、それらを容認する方針を示した。また、選手とコーチ陣との対話やコミュニケーションを重視している。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。